はい、ということで、今回、酒好きな元新潟市の飲酒動画です。今回は、ハイニッカのね、旧バージョンと、新しいバージョンをですね、まあ飲み比べていきたいなと思います。こちらが、確か5年前ぐらいは値段が、800円ぐらいで、買えました。はい。で、一応こちらの方はね、名前がね、ハイニッカデラックスとなっております。で、アルコール度数は、39%。で、どっちも 39% なんですよ。で、原材料もモルトとグレーン。まあ、どっちも同じ。ということで。で、ちなみにこの新しい方は、1200円ぐらいしました。値段がね、400円ぐらい違うんですね。こちら、裏の方になんか書いてあるんで読みまーす。柔らかなモルト香とカフェグレーンの香ばしく軽やかな香りが調和。甘さとコク、ほのかなピート、しっかりと伸びのある味わいです。ほのかなビター感、すっきりとした、キレの良い後味が特徴です。ということで、ニッカウイスキー創業者の竹鶴正隆は、より多くの人にウイスキーの美味しさを知ってもらいたいとの思いで、1964年にハイニッカを発売しました。となっております。まあ、個人的にはですね、多分こっちの方がうまいんじゃないかと思ってはいるんですが、まあ実際のところ飲み比べたことないんで、ちょっとわかんないですね。果たして同じ味なのか。飲み比べていきましょう。こっちが新しいやつ。違う。こっちが旧のやつ。こっちが新しいやつ。まずは旧から。匂い。なんだ、チェイサーですね、チェイサー。それでは新しい方。こっちの方が甘い？こっちの方が甘いですね。古い方の方が甘くて、こっちは辛いですね。なんていうか、アルコールの辛さみたいなのが、カーッと。うん。これは別物だ、これ。
あれ？あれ同じかな？あれ気のせいか？気のせいか？気のせいかもしんない。あ、気のせいだ。これ一緒だ、これ。ずっと今までこっちの方がまずいと思って、まあ、一回しか買ったことないんですけど、ずっとこっちの方がまずいと思って、あれだったけど、これ一緒だな。なんかでも辛い気はするんだよな。なんか辛い気はするんだよな。あ、気のせいだな。多分気のせい。あ、気のせいです。あー、長年の疑問が解決した。これ気のせいだ。多分これな、中の中身同じだ、これ。ああ。うん。おそらく同じです。まあ違うのは値段ですかね。まあこっちの古い方は、まあ今でも、あの古い酒屋とか行けば、まあ、1060円で俺買ったから、まあ1060円で、ぐらいで買える。うん。まあでもこれ昔800円とか700円ぐらいだったからね。700円、800円ぐらいの、まあ5年前。うん、それだったんで。うん。まあ今これ1200円ですからね。まあ400円も違うってなると、やっぱり。まあ1200円出してこれを買うか。はたまた、まあ俺だったらスコッチウイスキーの、ね、ジョニー・ウォーカー・レッドラベルを買うけど。うん。まあ、ジョニー・ウォーカーの方が好きなんで。はい。まあ、全体的にまあ、甘い。でもまあ、辛さもまあ、ないこともないかなと。うん。まあ、でもどちらにしろあれですね。基本的にこれぐらいの1000円ぐらいのウイスキーだと、大体ハイボールにすることが多いので。まあ、やっぱりジョニー・ウォーカーのレッドラベルの方が明らかにね、あのピート香があるんで、あの燻製のようなね、うん、ピートが効いてるので、まあこっちよがやっぱり、あれだよね、レッドラベルの方が美味しいよね、って感じですかね。うん。それではご視聴ありがとうございました。